山内真理子月曜日のつぶやきここからはスタジオ部員の山内真理子さんのコラムのお時間です今日は先ほどねメッセージにもあったんですけれども、はいうん ドナルドキーン世界から見た日本文学展はい腰の国文学館っていうのが富山市にあるわけ、ね、はいそうです富山県富山市にありますまずはここのちょっと説明紹介からしていきますね、はい、と2012年に開館した文学館なんですけどももともとは富山県知事公館 だった建物なんです。1978年とかに作られた建物すごい立派な建物を改修したりしてで、えっと、富山県にあの文学館というものがなかったので、うんま、この時の知事さんがあの文学館を作ろうっていうので、えー、と作られたものです。 高い志そうそうで多分皆さん講師って呼ばれると思うんですけども実は講師って言って奈良時代のの北陸地方の呼び名なんですね<ー>で、えっと、こちらの常設展示はまあ富山の地元出身の作家さんだとか、まあ、あと富山を舞台にした作品小説もそうだしあとあ「万葉集」の「大友のやか叉町」だとかそういったものの紹介だとかあと漫画家さん結構輩出されてるドラえもんの「 藤子先生も富山の出身なので、そう,そうコーナーもちゃんとあります。わあ、わー行かなきゃ。行で、えっと、しかもね、あのー、ポイントが今年、えっと館長さんが交代されまして。あの室井滋さん、俳優の室井滋さんが今館長さんされてるんですよ。あ、そうか、富山のご出身だから。そうなんです。で、あの室井さんのエッセイも書かれるし、<ー>絵本もたくさん書かれて、すごい文学も、あのー、まあ。 活動されているので、今年から就任されて、なんかね、ちょっとこう雰囲気が変わりましたからと。あの、すごく親しみやすく、いろんな人が来られるような、<ー>なんかこうハードルいい具合に下げて。あの、みんな来てねみたいな感じになって、すごいいい感じです。<ー>で、現在、こちらでドナルドキーンさんの展示ですね。世界から見た日本文学展が開催されています。西川さん、確か日本文学大学で専攻されてましたよね。はい、も、まあ、うん、ドナルドキーンさんの論文は。 すすごい読読みみまました授業で読みますよ専、ね、攻が太宰だったのでうん、うん、近代のことをいろいろ研究されててで特に太宰とか谷崎とか私その作家と作品の主人公が近い作家が好きだったんですよ。で特にだからドナルド・キンさんそういうところに研究されてて日本人特有のなんか曖昧な部分とかうん,、うん、なんかその儚さみたいなところをつなげてくれるので作品と。本当にね素敵な か、ひょう、評伝だなっていつも思ってて。はい<ー>。うん、うん。いや、かなり読みましたね。いや、私、実は、実は、読んだことなかったんですよね。あの、っていうのも、著作が本当に膨大。うん、ちょっと調べたら、八百とか。 すさまじい量しかも一冊一冊がめっちゃ分厚いすごい量を研究されているのでどこから手をつけていいのかわからなくてなんて大学で勉強であのこのテキスト読んでねっていうのじゃないとなかなかこうあの入りにくいのかなうん、うん、逆にっていうふうに,確かになんか大学だと「あのサイニー」っていう論文検索サイトがあって自分の研究している作品にまつわるものをこう引っ張ってくるからうん、うん、出てきやすいでしょう、ね、どんびで選べるっていう。 私もも作品はないかもしれないいかしれですねあそっかあの、うん、本を読んだって感じではなくて本当、うん、論文を読んだって感じだかそっかそっかそ,うで、えっとまあ、そんなそんな金さんが、まあ、日本語と出会ったのが1940年にあの「源氏物語」アーサー・ウェイリーという方が訳された、えー、源氏で、えー、日本研究の道に進まれたと。戦争一は日本にも えー、来られていたりしていろいろ、まあ、GHQ 的な活動とかもされていたのかな、あのー、日本に何年かいらっしゃってその後、まあ、あのニューヨークに戻られて太宰だとか三島だとかの作品を英訳して、まあ、翻訳しつつ英語圏に日本文学を紹介したっていう金、うん、さんがいなかったら多分日本文学ってこう今ほどの地位がなかったというか、まあ、あくまですごいこうニッチな ね、すごいあの言語としてはかなりマイナーなものなのでなかなか英語圏で広く読まれるってことは確かに、うん、キンさんがいなかったらなかったんじゃないかなっていう<え><え>またそのなるルド・キンさんの選び方もいいんですよ。へ<ー>タイプなの私その源氏もそうですし<あ>その詩小説が多かったりとか谷崎」とか確かにキンさん好みのやつがなんか割とその後 日本文学のスタンダードみたいなあのなんだろう日本文学史みたいなところでは金さんの研究が中心になったのかなって。 とも思いますが、えっと、そんな金さんがまあ日本とアメリカをね長年行ったり来たりされていて多分半々ずつくらいでお住まいだったとかまあ2011年の東日本大震災をきっかけに日本国籍を取得して日本に永住することを表明されてこれ結構ニュースがなりましたよね。あのまあ日本への愛を表明するために聞か僕は帰化しますっていうふうに言ってで正式に日本人になられた後とで2019年に96歳で亡くなられたという。ななかなか その全貌がこう見えないぐらい巨大な存在なのでどこから手をつけたらいいのかっていうところにこの展示を見ることであの、まあ、展覧会のいいところは概要を一気につかめるところなのであの自分があこれ読んでみようっていうふうに興味を持ってたものがちょっと見えてきました。うんうん、ここでで山内真理子的推しポイント、はい、日記は文学である これ西川さんんんも実はこれが好きなでですすよよね、うん、日記文学を結構取り上げる『白帯の価格』『日記に見る日本人』っていう本があってあの白帯ってあの100代とも書くんですけど長い年月のことで、うん、まあ過ぎる客あの旅人のこと、うん、松尾芭蕉のねところですよね。奥の細道のまあ月日は白帯の価格にして行き交う年もまた旅人なりっていうかここから取られているんですが平安時代のね例えば土佐日記だとかさらしな日記だとか、うん、まあ,あと近代になって。 樋口一葉の一葉日記とかもある,ってあるけどもなんかそういう日本の人がまあ日記を書くっていう習慣が普通にあって日本人からしたらまあ普通のことなんだけども金さんは。 あ,のあった出来事を羅列するんじゃなくってここまで自分の心の内を明かしている精神性を書き込んでいるっていう日記文化っていうものは日本独特のものだっていうふうに見抜いて研究されてまとめたのがこの本で。っていうのもキーさんがあの戦争の時に日本に来られて何をされていたかっていうと亡くなったたた日日本兵が残しし記を訳していたんですねそこに日本人の心に触れることができたっていう経験をなさっていたからだからこそこのとに日本の日 の日記文学っていうものに気づけたっていう経緯があったみたいで、<ー>そうなんかそういうあのこととかも知るとますます興味がわいてきたので、この分厚い文庫続編を含めて2冊計4000円ぐらいのやつ買って帰ってきました。しっかり。へえ、うん。なんか。 あの文学館って結構、まあ、本置いてあって、まあ、その解説読むからなかなかこうあの展示としては何だろうな絵画とかあの美,、まあ、美術とかに比べるとなかなかこう渋めなんですけど行ってみたら本当に必ず収穫があってなんか展覧会展示の形でしかキャッチできないものがたくさんあるのでぜひぜひ富山に行かれた際には「越野国文学館」にも寄ってみてください。ののくらいの規模なんですか 結構あの建物としては大きいんですけど展示は程よい疲れる手前くらいでもしっかり見られるようなしっかり見られるしコンパクトにまとめてあってで常設展もすごいこうしっかりあのきれいにすごいあのデザインが良くってあの見やすいし空間として心地いいのであとお庭もすごい素敵だしレストランも併設されていたりして富山屈指の文化,文化的な施設になってます。 ドナルド・キーン、世界から見た日本文学展、11月27日、日曜日まで、富山県富山市の古志野国文学館で開催されています。山内まりこ、月曜日のつぶやきでした。お知らせの後は、桂宮治の座布団ブです。